どうも、サラリーマンホームトレーニーのサラマッチョです。普段はただのサラリーマンです。今日はですね、ベンチプレス100キロへの道ということで、まあせっかくトレーニングをしているからにはやっぱりベンチプレスで100キロは上げたいということで、100キロに挑戦していきたいと思います。で、私がどれぐらい上がるかと言いますとですね、今までこのダンベルだけでトレーニングしたんですけども、まあダンベルで30キロ、まあ合計60キロですね。60キロでやるとまあ10回以上は軽く上がるようなレベルです。なので今回このバーベルがやっと手に入りましたので、これで100キロに挑戦していきたいと思います。何キロまで上がるでしょうか。はい、とりあえず60キロまでは上がりましたんで、次は70キロ、ここから挑戦していきたいと思います。で、回数は、まあ、筋肥大に効果があると言われる6回できれば合格と、ということでとりあえず70キロ挑戦してみたいと思います。はい、70キロ6回、できましたけど結構重たいです。次は、75にしましょうか。75に挑戦してみます。はい、75キロのセッティングできました。じゃあこれも6回目指して頑張りたいと思います。はい、75キロ行きました。そうですね、次80キロやってみましょう。はい、80キロセッティングできましたんで、また6回目指して頑張りたいと思います。マジか、マジでか。
80回は、失敗ですね。まあ普段ダンベルで30キロでやってるんで、いろいろネットとかで調べてると、ダンベルでまあ何キロでできたらバーベルで何キロできますかっていうような、まあ、サイトがあるんですけども、それで見ると、ダンベルの片手の重さかける3の重さがバーベルで理論上は上がると、そういう情報がありましたんで、まあ、私としては90キロぐらい上がるのかなと思ってたんですが、結果、はるかに及ばない75キロということで、次回ですね、またしばらく間を空けてこの80キロまず倒したいと思います。それではお仕事頑張りましょう。